ブトロス・ガーリーはエジプトの第九代首相である。ブトロス・ガーリーは1846年にエジプトのベニス・エフの基礎があるアルス村にあるコプト正教会の家庭に生まれた。彼の父はムスタファ・ファディール王子の執事、ガリネイリューズだった。ブトロス・ガーリーはアラビア語、トルコ語、ペルシア語、英語、フランス語を学んだ。卒業後、ガーリーは 課長学校の先生になった。ガーリーの公職としてのキャリアは、1875年に、シャリフ・パシャの新たに構成された、混合裁判所の事務員に任命されたことから、始まった。次に、彼は、公的債務委員会のエジプト政府代表者となった。ガーリーは1879年に、法務省で働き始め、米の肩書きで、事務総長に任命された。 彼の次のポストは1881年9月に任命された閣僚会議の第一務官だった。しかし1881年10月に再び法務省で働き始めた。マフムードサミアル・バルジの求めにより、ガーリーはパシャの位を授与され、エジプトでそのような名誉を授与された最初のコプト教徒となった。1886年に彼は シャリアの裁判官の選択のための委員会の責任者に任命されたが、彼の宗教的背景からすると、異例の任命であり、イスラム教徒の抗議を招いた。ガーリーは1893年に財務大臣となった。その後、1894年に外省に就任した。1908年11月8日、ムスタファ・ファハミッパ社の後に首相に任命された。首相に就任しても、 外相のポストを保持した。ガーリーは1910年2月21日まで首相に在任し、ムハンマド・サイード・パシャと交代した。ガーリーは電車は異事件でイギリスを支持したと非難された。1910年2月20日、ガーリーは23歳の薬理学の卒業生で英国から戻ったばかりのイブラーヒーム・ナース・イーフ、アルイコール・ワルダニによって撃たれた。ガーリーは 外務省を出た時に、ワルダニに5発撃たれ、そのうち3発がガーリーの体内に止まった。ガーリーは、翌2月21日に死亡した。ガーリーの殺害を自白したワルダニは、ローザンヌ、パリ、ロンドンで教育を受け、ムスタファ・カーミル・パシャの国民党のメンバーだった。彼の父は知事であり、彼のおじはパシャだった。ワルダニは1910年6月28日に、処刑された。 ガーリーの暗殺は1915年まで続く一連の暗殺のうちの最初のものであった。これは一世紀ぶりのエジプトの上級政治家の公的な暗殺でもあった。ガーリーには多くの息子がいた。その中でも著名なものを以下に挙げる。ブトロス・ガーリーの弟のアミン・ガーリーは検察官だった。アミンの息子イブラヒム・アミン・ガーリーは外交官で、 おじの評判を回復させるために働いた。ありがとうございます。